みたいなんで、先ほどおっしゃってたように四国のね、うん、四国のちょうどお遍路を回るような位置あたりに、はい、そういうのが置いてあるんですが、これぐっと回ってきたらね、こう海岸寺ですからね、はい、あ、よく考えてるわ、これは面白いわ、うん、で周りの風景も楽しめますし、実際行けなくてもね、ここ回ったら、うん、ここ回ったら本当にもう、ね、ご利益があるわ、そうやって回っていただくためにあるんだと、うん、そうですね、多くの人にね、うん、利用していただいたらいいですね、うん、この辺りはそういった風習がとても多くありまして、はい、天竺八ヶ所回りという八ヶ所巡りという風習がありまして、海岸寺をスタートして、今は88ヶ所で7ヶ所巡りと言われますけれども、はい、海岸寺をスタートして、あのずっと善通寺さんの方まで、まあ、宮谷寺さんからこうずっと回って歩くという、うん、その8ヶ所を回ると、まあ、88ヶ所を回ったのと同じ功徳が得られるというふうにこの辺りの人たちは言っております。まあ、はい、宮谷やからだいぶかかり向こうですわね。そうですね、鶴橋の、まあ、ね、ここ有名なところですよね、はい、かなりかかりますな。へえ、まあ、当時はやっぱりどうしても時間がなくて向こう行けないとか、体が弱いから何日も回ることはできないけれども、まあ、なんとかそのお大師様の、まあ、幼少期にゆかりのあるところを回ることによって功徳、はい、を積もうという風習があったそうです。今はまあ春と秋に一応海岸寺から出発して歩いて回る風になっているんですけども、うん、で地元の人はそれをされてるんだな。そうですね、だから普通はもう一般の人は知らないから、はい、遠くから来られる方もいらっしゃるんですか、はい、先ほどもね、あのガイドさんね、上の方におった時に回られてましたもんね、はい、ガイドさんのツアーの別格、このことをやっぱりあの、うん、たくさんの人に知ってもらったらいいね。そう、そんなのあるというのはね。実際ね、うん、だから全部回れない方はここへ、はい、ね、もうお足があるな高田なちゃね、はい、うん、未だにあの毎月1回ここを回られるという方もいらっしゃる。いらっしゃるんですか。はい、もうかなりご高齢で大変でしょうけ ど、 ど、それはこの近くの方でなくても、そう、丸亀の方から来られてる方とか、いやここね、今日ぐるっと108のね、88プラス別格の20か108をこう回らせていただいて、こう楽しめますわ、ここは本当、私も10ついたね、風景も綺麗だし、うん、で、秋はもみじですか、春は桜がこう満開とおっしゃっておられるし、はい、これからは紫陽花が咲き乱れます。紫陽花もいいですか、梅雨は、はい、ボタンを、残念ながら今歩いてくるところに、多分今の時期ボタンがすごく咲く時期なんですけど、ボタンがだいぶ減ってしまって、入ってきたよ、はい、いろんな自然の木が植えられてるんです、ね、あそこ、あれアジサイかな、あれね、そ、そうですね、そうですね、空海が修行したあの西明寺もね、ボタンが咲き乱れてるお寺なんですよね、うん、もみじはあるしね、もみじはもうもみじもこれこのもみじは早く色づくもみじかな、ちょっと上の方はね、そうですね、こちらと対照的に、あちらは、あ、そう、向こうはもうね、はい、向こうはもうそろそろもう真っ赤になるんじゃないかなと思うもう真っ赤になった後ですね、後ですか、あれはね、はい、あ、松でもいろんな松があるしね、はい、これとこれの松でも全然種類違いますね。こちらはあの中国の長龍寺から奉納されたサンコの松、昇竜寺か、なるほど、こっちの松もこれ面白い松やね、松のように見えへん松や、あ、こちらが三個の松、これがね、こちらです、あ、これがそうですか、はい、三個の松、あ、はい、そうか、あの手拭いをかけたって言われる、手拭いをかけた、ま、茹でかけの松は あちらの中に奉納されているもの、あ、猫のやつですね、はい、で三五の松下の空海があれ左手に持ってるのか右手か、右手持ってるこの鉢のような字になったあれを中央からパッとこう投げたら、はい、小屋さんに、小屋さんのどっかあの門のところに届いたとか、あら、あの、泥川の、あの、そうですね、はい、泥川にも三五龍禅寺やったかな、龍禅寺か、龍禅寺か、そこにもうそれありますな、はい、各地にそういうのがありますね、いわゆるね、はい、面白い話やな、これはね。なんでそんな話が、ね。
中国からパッと掘ったらそれが何で行くねや。まあそういうのがあるからまあ伝説になってるのかもしれないけどね。そうですね。だからあのそのあれがもう要するに真言宗のあれ武器にもなるでしょあれ。はい。で念仏を唱える時にそれを持って襲われてきたらあれ武器として。だからかぐや姫も宇宙から来たっていうのもね一緒の。だから竹取物語のかぐや姫もそのなんていうのイエス・キリストの復活やとか言ってねいう話があるんですよ。だから日本のお坊さんが竹取物語を作ったと言われてるからね3とか7とか割り切れない数字がねあるのでね。それとか三号神経に載ってるいろんな難題がちゃんと空海が散りばめてる三号神経の中にね難題を。だから竹取物語は小林空海が作ったと。あ、これはもう間違いない。私がもう何年も前から述べてるんですけど、そうです。それでそれを反論する人いないんですよ、はい、反論できないんですよ。ここまで分かると。僕も高野山にいる時のお坊さんが、もう竹取物語がすごい仏教の教えに通じるという友達がいました。ああそうですか。ああすごい話ですね。ああそれは、うん、ああ それがまあ竹取物語の作者というところまではまあつながってないかもしれないと、うんうん、まあそうですね。それらしいことをおっしゃってた。はい、ちょっとあっ、やっぱりもうその人はそういうふうに、うん、ああやっぱりそうや、感じてる人いんねや。ああもうそれはもう私 もうそれはもう崩せないね、あれが分かってきてるんです。それはもう間違いないと思うんでね、それをまあ述べてるんですけどね、うんうん、わあ今日は本当にすごいお話で、今日はいい話させていただいて本当ありがとうございました。素晴らしい話や。あまた機会があったら寄せてもらいたいな、もうね、はい、一人でねボケーっとね